はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もゴーストリコンワイルドランズ PC 版オープンベータ続きやっていきます。新しい地方に来て、ここの今重要情報集めをしてる最中だけど、パークのパラシュートを手に入れたから、せっかくだから飛び降りてバーッと行ってみようと思ったんだけど、なんかここゴーストタウンっぽくて全然敵いないから、うん、ここでパラシュートを使うのやめとこう。情報だけ持ち帰っちゃおう。この地域にはここを含めてあと3つ。あ、待って待って待って、いるじゃん。マルケ殿にお見舞いしてやる。攻撃開始。マップに映ってなかったのに。仲間撃て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 。反乱軍、そうだ、反乱軍、反乱軍今呼べないのか。まだいる？これやれ仲間。一旦降りるぞ。なんでゴーストダウンかと思ったら全然いるじゃないか。ちょっと彼の AK。いないぞ、いただいちゃおう。ん、これじゃないな。おお、爆発してる。あれ、まさか、まさか、ヘリ行った？ゲット。なんだ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 。あ、ヘリかぶった。ヘリが、チキショー。せっかくヘリからパラシュート降下しようと思ってたのに台無しだ。クリアだ。よし、カルテルはいつもそうだ。モンテヨックにあるカルテルの通信センターの位置が分かった。これで何か分かるかもしれない。どうする？メッセージログを手に入れてボーマンに渡す。その記録から教官の身元が割り出せるかもしれない。情報ゲット。この辺りで情報を探してみないか。せっかく次の地点でパラシュート降下しようと思ったのに。ともかく武士とかもうこれ以上集めても仕方がない気がするから、次の場所向かうか。次の場所は、あ、この先にヘリがある。だけどもう重要情報消えたな。もうある程度集めたからもう OK ってことか。ここは通信センター、モンテヨックサンタブランカの通信センターに軍事訓練の教官長の正体を確認できるメッセージログがあるかもしれない。オッケー、じゃあここへ行くか。行くぞ。ここの前にちょっとヘリを調達に行こう。はい、カルテルがいらっしゃる。ああ、でも大した人数いないでしょう。2人。いや、大した人数いるのか。これ監視といた。3人目がいた。多分あとはサンタブランカの通信施設を見つけた。侵入して停止させよう。サイドミッション発見。仲間にやってもらおう。準備完了。発射。ターゲットを排除。うん、あれ、こっちは、奥はミスったか。ちょっとハンドガン一丁になるな。ちょっと中制圧してみよう。おっと、開けれない。あとどこにいるんだ。じゃあ、あれだけ金があるのにしょぼいメダルだな。ポイントゲット。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。じゃあもうヘリだけいただいちゃおうか。スナイパー倒しとこう。よく見えないな。待って、
仲間やれる？ターゲットロスト。ダメか。ターゲットを確認した。ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。やった。オッケー。はい、行きますよ。で、彼らね、別に乗ると待たなくても勝手にワープしてくるから、危ない時はもうさっさと飛んじゃっていいんだ。で、あれ、敵がいた、そこに。虫。で、これ。モンティロックのサンタブランカ通信拠点の場所が分かった。そこの記録をハッキングして訓練プログラムを運営している指揮官の身分を調べてみる。 OK、 なんか燃えてるけど、あそこなんか時々っていうか頻繁にいろんなとこ燃えてんだよな。車いきなり爆発したり。何何何、全員降りろ。サムが回避しろ。無理。パラシュートで行こうか。サムなんて配備されてんのか。ヘリどこ行った。墜落したか。こっから通信センター散策しよう。標高4390メートル。ここ敵がいる。冷静にな。重機関銃を構えたカルテルのメンバーを確認。排気場にいるぞ。ドローン準備完了。姉ちゃんもここ富士山より標高高いの？あ、装甲車。隊長をマーク。新たな敵を発見。屋上に敵。屋上に敵だ。これ装甲車。発電機。装甲車でさ。あれ、何何、車がいた。装甲車で奪って暴れまくるってのはどう？シカリオがいるぞ。見えない。燃料管のあたりだ。あれ動くのかわかんないけど。これ乗れる？乗れる。 APC 乗っちゃいます。捕まってろ。で、あれでもこれ攻撃、攻撃するのは仲間か。撃て。よし、撃て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 。 やれやれやれ。もうすぐ目標地で、中に入ったらメッセージログをハッキングして情報を取る。ちょっと待って、運転が難しいこれ。オラ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 。いいぞいいぞいいぞ。撃て撃て。もう今回ゲリラ戦だ。よし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 。もう警報器とかはないっぽいから敵は増えないんだね。あと室内なら降りちゃおう。彼の AK。 こっちにカルテルの目。危なかった。排気場の近くだ。上か。お、 MPX だ。ちょっと交換しちゃう。プレッサーはない。スキルポイント。まるでシリアルのおまけか。空軍のメダルだな。で、どうしようかな。これにしよう。カルテルの輸送ヘリに関する情報だ。
物資は搬入済み。反乱軍に貸しを作る絶好の機会だな。捜索するだからまだ何かあるか探せば。このまた上か。 PC だ。ネットワークに接続されてる。中身を見せてもらおう。よし、拝見拝見。ダウンロード開始。内容はボーマンに送る。ボーマン、こちらノマド。通信センターで入手したカルテルのメッセージログを送る。教官長の名前がわかるかもしれない。今受け取ってる。ダメね。連中のトップに関するのはない。でも面白い情報がある。奴ら捜索隊を出して脱走者を探してるそうよ。数日前に新入りが脱走したのね。まだ近くにいるかも。何が言いたい。彼が訓練プログラムを受けていればターゲットと接触してる可能性がある。その脱走者が知ってると思うか。確かめましょう。脱走者一つ進んだ。通信センター、脱走者フルロード教官。あ、これがもう判明してるのか。よし。で、なんかこれ敵残ってね、まだいた。やった、物資回収しちゃおう。問題ない、オールクリア。よし。で、スキルポイントが溜まってる。どうしようかな。あ、C4 使える。あれ、フラググレネード持ってなかったっけ。 C4 とフラグ。あ、数が増えたのか。あ、で、この陽動グレネードってのがあれだ、ファークライでいう石ころ的役割で、これ投げると敵がね、反応してそっちに釣られるらしい。じゃあこれが脱走者か。カルテルが山奥で脱走兵を探してるという情報がある。見つけ出して連れてきて。カルテルの訓練プログラムについていろいろ教えてくれるかもしれない。ほう。第一捜索隊のもとに到着する。到達する。またヘリはロストしちゃったけど、行ってみるか。じゃあ車、もう夜だな。よーし、道なんて無視していくぞ。あと 1.6km は。荒野はもう至って平坦な道多いから全てが道だ。なんかカルテルの人いたけど気にしない。こっちの方から行くか。あっと、なんか池に囲まれてるんだね。なんか今一瞬ヘリのアイコンが。あっちヘリがあるぞ。ん、あれヘリじゃない。赤いね。いや、でも目的はこっちじゃないからスルーしよう。ラグナコロラダ浴場。浴場、え、これ浴場。付近にカルテルいるけど、いっか。これ浴場。どれが浴場なんだ。入れない。あ、これ、え、もしかしてこれ。ああ、ああ、あったかい。オールクリアだね。オールクリアだわ。こっ
ちだな。夜だから。あ、この辺温泉湧き出てんだね。全部。カルテルの捜索隊を発見した。どうする、ボス。リーダーを探して捕まえるぞ。脱走者の情報を聞き出す。了解。よし、全員やっちゃおう。全員同時にやれるね。ターゲットを確認。ターゲット確認。合図をくれ。オッケー。ちょっと、あ、攻撃を開始する。かっこ悪い。追うぞ。あ、待て待て待て。幹部が逃げるぞ。いってやろう。引き上がった。いや、引いたというより自分から向かっていってしまったけど。追っかけるぞ。お、嘘嘘嘘嘘。なんで今ひっくり返った。尋問だから車の停止だ。準備完了。合図をくれ。後ろの方を、ほら、待て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 、こうだ、ほら、降りたぞ、ほらほらほら、逃げ場ないぞ。こっちは片付いた。尋問。答えろ、クズ野郎。探してる脱走者は誰だ。訓練所から逃げ出した使えねえ腰抜け野郎だ。他の奴らが真似しないように見せしめにするってボスが言ってた。捕まえたら新兵たちに間違えてで切り刻ませるんだ。その腰抜けはどこにいる。まだわからないが近くにいるはずだ。他の隊が足跡を見つけたらしい。その隊はどこだ。言うなら逃がしてやってもいい。わかったわかった。脱走者は近くにいる。奴が目撃された場所を探してみよう。あっちか。第二捜索隊のもとに到達する。あ、真向かいだ。どっかファストトラベルできないな。カルテルの山奥で脱走兵を探してるという情報がある。見つけ出して連れてきて。カルテルの訓練プログラムについていろいろ教えてくれるかもしれない。こっちから近づこう。あ、この先だ。相変わらず道は通ってないけど、こっから一直線だ。あー、起きろ起きろ起きろ。500m。こんな真夜中に何をしてんだこの隠密部隊は。さて、暗いな。気をつけろ、敵がうろついてるぞ。別の捜索隊を発見。ここで合ってるようだな。カルテルが迫ってる。連中より先に奴を見つけよう。コピー。この暗さなら結構隠密いけそうだけど。スライパーを発見した。対象を発見、確保しろ。あれか。ならまず、あー、どうしようかな。まだ接近はしていないっぽいけど、上のやつやっちゃうか。敵を排除した。感づいたか。大丈夫。ドローン展開。まだいるな、こっちに。ターゲットを確認。いつでも攻撃できる。シンクショットの準備。ターゲットを確認。感づかれてしまうかもしんないけど、敵に脱走兵が気づかれるよりはいい。仕留めた。大丈夫だ、心配ない。安心しろ、まだ大丈夫だ。敵が奥に移動してる。オッケー。この人普通に近づいて大丈夫なのか。もしくは気づかれないように尋問した方がいい。お前ら下がれよ。殺されたのか。下がれって言ったんだろ。
協力してくれれば悪いようにはしない。あっち行け、話せ。黙れ、俺が話してお前は聞く。分かったらうなずけ。いいな。よし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 。あ、夜が明けちゃうな。待って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 。今のうちだ。話せじゃねえよ、助けてやるんだぞ。ん、乗せらんない。え、まさか、まさかだと思うけど、この状態で行けたなんて。あ、やばいやばい。ちくしょう、これで行ってやるぞこの野郎。待て待て、ちょっと一般人から車拝借すれば乗せられないか。他に1キロ以上この男抱えて歩くとか嫌なんだが、ちょっとそこの車止まりなさい。すいませんね、こっち脱走兵連れないといけないんだよ。悪いが車をもらうぞ、出ろ。ひどい。ほら乗れ。敷きますよ。ん？何？待って、カルテルが異常な速度で増えてる。急げ急げ急げ。え、まさか追ってきてる？ヘリがいる。急げ急げ急げ。よし、到着。合わせたい相手がいる。連れてきたよ。はい、降りろ。インタラクト。カルテルを抜けたいのよね。できるわよ。代わりに情報がいる。訓練所を仕切ってる男のね。よく知らない。アメリカ人で大男だ。石みたいな目だった。警備兵ですら恐れてる。名前は？確か教官が呼んでた。ブックハート。カール・ブックハート、知ってるの？2003年の中東にいたレンジャーのブックハートなら知ってる。何度か仕事もした。くそ。チームに戻って、ラングレーに連絡して調べてみるわ。知り合いか。エミリオから名前が聞けた。カール・ブックハートだ。アメリカ人か。昔陸軍のレンジャー部隊に所属してた。一緒に働いたこともある。レンジャーだと？冗談だろ。確実な情報が分かり次第、ボーマンから連絡が来る。OK。現状は、ミッション3つか。と思ったらこっちにもあるな。教官。よし、それではじゃあ今回は、敵の素性がね、少しずつ分かりつつあるけど、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。カール・ブックハートの経歴に関する情報よ。どうやらあなたの見立ては正しかったみたい。彼は元レンジャー。2003年にイラクに派遣され、2006年に除隊。以後の消息は不明。鈍ってはいなそうだな。例の
の脱走者によれば、やつはチョサパドレ銀山にあるカルテルの拠点にいるそうよ。ブックハートを見つけて始末して、やつを片付ければ数ヶ月はカルテルの訓練プログラムが滞る。コピー任せておけ。